無理、絶対無理だから。あなたみたいな無気力な人と知らない土地でやっていけるわけないでしょ。心の奥からの叫びに俺は反論する気力さえ湧かなかった。ああ、だから無気力人間と言われるのか。これはしょうがないな。どうやら俺は一人で行くしかないみたい。まあいいか。どうせ向こうでもなんとなく仕事してなんとなく生きていくだけなんだから、俺はもうどうでもよくなって妻から顔をそらす。そこに息子がいた。息子は俺をまっすぐに見つめている。なんだか急に自分が恥ずかしくなり、立ち尽くしたままうつむいてしまった。俺の名前は矢部弘典。卸売業者の食料品搬送倉庫で働く40歳の作業員だ。自分で言うのもなんだが、生きる活力に欠けた人間だと思う。子供の頃から夢とか目標みたいなのを持っていなかったんだよね。特に趣味みたいなものもなかったから、部活なんかにも入らず、ただぼんやりと学校に通うだけの毎日だった。当然学びたいことなんてのもなかったから、高校卒業後は進学も就職もせず、ファーストフード店で時間を潰すようにアルバイトをしていた。そこで後の妻になる正美に出会う。俺たちはなんとなく付き合い、なんとなく肉体関係を持ち、気がつけば子供ができていた。この時ばかりはさすがに焦る。俺は紛れもないダメ人間だけれど、自分の行動の責任を取らなければならないことくらいは理解しているつもり。そこで彼女と席を入れ、これまでとは比べ物にならないほど必死になって職を探す。そうして見つけたのが今の仕事。俺みたいなやつでも正社員として雇ってもらえ、3人分の生活費を稼ぎ始める。仕事に慣れた頃に一人息子である裕二が生まれた。自分の子供を見ていると不思議なものでさ、こんな俺でも頑張ろうかなって思えるから不思議だよね。でも実際には全然頑張ることはできない。やむにやまれぬ事情で就職しただけで、この仕事に思い入れがあるわけでも何か目標があるわけでもなかったから、熱意を持って仕事に取り組むことができなかった。指示されたことを単純にこなすだけで、特に自分で考えて動くことも周囲と協調して作業することもない。そんな俺が出世するはずもなく、後から入ってきた社員にも頼られたり慕われたりせず、どんどん追い抜かれていく。給料が増えないから妻からは白い目で見られる。あなたはやる気がなさすぎよ。もう少し覇気を持てないの？ああ、私なんでこんなのと結婚しちゃったんだろう。なんてことを冷たい目で言われた挙句、盛大なため息をつかれるのもしょっちゅうだ。高校生の裕二にも愛想を尽かされていたと思う。ほとんど口を聞いてくれなかったからな。嫌われているんだろう。俺みたいなやつの味方をしてくれる人は職場にも家にもどこにもいなかった。
孤立しているとはいえ、仕事自体を辞めようとは思わない。家族を養わないと、という思いだけはかろうじて持っていたんだね。やる気のない俺が、なんだかんだで仕事を続けてこられたというのは、そういうことだと思う。半ば惰性のように続けていた仕事だったけれど、突然、望みもしない刺激がやってくる。新しくできた北海道の配送倉庫への転勤を命じられたんだ。上司には、ベテランである君の知識を新倉庫に落とし込んでくれ、とか言われたけれど、事実は違う。転勤の対象となり得る他の社員たちが北海道への転勤を嫌がったんだね、きっと。こっちとあっちじゃ気候が全然違うし、旅行で行くならともかく住むのには不便なイメージがあるから。多分これまで話を振った社員全員に拒否され俺に回ってきたんだ。そうでもなければダメ社員として評判の俺の知識を新しい倉庫に伝えてこいみたいなことは言わない。戦力として期待しているわけじゃなく、頭数を揃えたいだけだろう。正直に言うと断りたかった。俺は今の環境を変えることなく、なんとなく年を取れればそれでよかったから。だが、できない。決定事項だからな。わざわざ向こうにポストも作ったんだ。もうこちらに残ってもらう理由はない。わかるな。最終的には脅迫だ。もうこの倉庫に俺の居場所はないらしい。取り下げられることのない圧力に、俺は不詳不詳うなずくしかなかった。とても重い気分で、その話を家に持ち帰り、家族に伝える。まさみは目尻をつり上げ、叫ぶ。離婚して。いきなりだった。夫婦関係がすでに冷めきっていたのは分かってはいたが、まさか転勤を伝えただけで離婚を叫ばれるとは。まさみは俺から顔をそらし、身を守るかのように自分を抱きしめている。無理、絶対無理だから。あなたみたいな無気力な人と知らない土地でやっていけるわけないでしょ。もっともすぎて何も言えない。ただでさえ日本最北、そこに無気力な俺と一緒に放り込まれるのは、世界の果てに送られるような恐怖があるのかもな。それにしてもいきなり離婚か。俺一人だけ北海道に行く単身赴任という選択肢もあるかと思ったが、まさみの様子を見る限り無理だな。むしろ俺と別れるための口実を探していた気もする。どうやら離婚した上で一人北海道に行くしかないらしい。もうどうでもよくなり、俺は妻から顔をそらす。その先にユージがいた。ユージはマサミをなだめることも俺を責めることもせず、ただまっすぐに俺を見つめている。きっと情けない父親だと思われていることだろう。そう考えると自分が情けなくなり、俺はその場に立ち尽くしたままうつむいてしまう。
離婚届は翌日に提出。まさみはすぐに家を出ていく。ただ驚いたことに、ユージは俺のもとに残った。まさみは当然親権を主張し、ユージを連れて行こうと考えていたようだが、ユージ自身がそれを拒否した。俺とまさみは二人揃って驚く。多分知り合ってから一番息の合った瞬間だったと思う。ユージは北海道にも一緒に来てくれるという。まさみは必死になって説得を試みるが、ユージの意志は変わらなかった。俺はユージと共に会社が用意したマンションへと移り住み、働きつつユージの転校手続きを進める。仕事の内容は本社の倉庫にいた時と全く変わらなかった。俺がシステムを伝えるまでもなく、すでに前の倉庫と同じシステムがしっかりと機能していて、戸惑うこともなく仕事に参加できた。おまけに本当に現場のリーダーとしてのポストが用意されていて、その手当がつき収入は増える。ただ俺としては仕事のことよりも家庭の変化の方がよっぽど大事だった。家事の苦手な俺に代わり、ユージが家事全般を引き受けてくれたんだよ。本人に聞いたところによると、幼い頃からずっとまさみの手伝いをしていたらしい。俺は父親なのにそんなことも知らなかった。またもや自分の情けなさにうつむいてしまうと、ユージは笑って、気にしなくていいよ、これからは二人なんだから、お互いにできることを増やして協力していけばいい、それだけだろ、なんて優しい言葉をかけてくれる。知らない間に随分と大人になっていたものだ。すごく頼もしい。俺たちは二人暮らしを始めてからこんな風に徐々に会話が増えていった。お互いが今の生活に慣れた頃の日曜日、ユージが作ってくれたクリームシチューに舌鼓を打ちつつ、ずっと気になっていたことを尋ねてみる。俺とまさみが離婚した時、なぜ俺についてきてくれたのかを。父さんがずっと俺たちのために頑張って働き続けてくれていたこと、わかってるから。母さん、パートも何もしてなかったもの。父さんがずっと俺たちの生活を支えてくれてたんだよ。二人の仲がうまくいってないのは、母さんの愚痴をずっと聞かされてたから知ってた。だからさ、もしも二人が別れるような時が来たら、父さんと一緒に行こうって決めてたんだ。父さん、料理は特に苦手だろ？放っておいたら体壊しちゃうだろうし、俺みたいのでも一緒にいれば父さん頑張れるかなって。照れくさそうにぽつりぽつりと語ってくれた言葉は、俺の胸にしっかりと染み込む。俺はこれまでやってきた仕事なんて誰も評価してくれていないと思っていたんだ。でも違った。嫌われていると勝手に思い込んでいた息子が一番俺を認めてくれていたんだよ。思わず泣いてしまう。そんな俺のリアクションは予想していなかったのか、ユージが慌ててなだめてくる。本当に情けない父親だな、俺は。
息子に心配ばかりかけている。ダメだ、このままじゃダメだ。俺はユージが思ってくれているような父親じゃない。適当に仕事をして適当に生きてきただけなんだ。変わらなきゃいけない。ユージが思ってくれているような父親に。翌日から周囲が驚くほど一生懸命に仕事に取り組む。気が緩んで元の自分に戻りそうになるたびに、ユージの顔が脳裏をよぎる。気持ちが続く。俺には目標が二つもできたんだから。ユージが抱いてくれている俺に少しでも近づく。俺と違って優秀なユージをちゃんとした大学に行かせてやりたい。今は一作業のリーダーだけど、頑張ればもうちょっと上の役職につけるかもしれない。節約もしていかなきゃな。まあ生活費なんかはユージがやりくりしてくれているから、俺はとにかく無駄なことに金を使わないことだ。酒もタバコもやめよう。あんなものなくても俺の目標は果たせる。不思議なもので、怠惰に働いていた時よりも必死で働いている今の方が心理的に余裕ができた。これまで時間がかかっていた作業が早く終わらせることができるようになったからだろうな。余裕が出てくるとより効率にできないかとか考える余裕も、他の作業員のフォローをするゆとりまで生まれるようになる。そうなると自然に俺の周りに人が集まるようになった。老若男女問わずね。上司は仕事を任せてくれるようになったし、同僚や部下は頼りにしてくれる。周りが頼ってくれるとさらにやる気が出てくるんだよね。まさに好循環。4年過ぎた頃には出庫管理を担当する課長職にまで出世していた。ユージも地元の大学に進学し、これまで以上に勉学に励んでいる。そんな中、再び俺に転勤の話が舞い込む。ただし今回は本社への移動である。ここ数年の俺の仕事ぶりが評価されての栄転だと上司は言っていた。どうやら今度は建前ではないみたい。でも俺としてはちょっと悩む。ユージは大学生だからな。こっちに残していかないといけないだろう。金銭的には大丈夫。仕送りは十分にしてやれる。ただ単純に子供を一人残していっていいものだろうかという心配だ。だがユージに伝えると、逆でしょと笑われた。俺は父さんが一人暮らしできるかの方が心配だよ。料理の腕はまだまだだからね。ああ、うん。ユージに教えてもらって料理も少しは覚えたんだよ。ほら、大学受験があったでしょ。でも確かに客観的に考えると、確かにユージの方がしっかりとしているものな。俺が心配することもないのか。恥ずかしく感じて頭をかいていると、ユージが言葉を続ける。でもこれまでの父さんの頑張りが認められたってことでしょ。すごく嬉しいよ。俺の心配はいらないからさ。もう一度向こうで頑張ってきなよ。そう言って背中を押してくれた。息子の成長を
嬉しくも寂しくも思いながら、俺は本社直営の倉庫に戻る。ただし、今度は一作業員としてではなく、管理側として。その仕事ぶりは、以前の俺を知っている人たちにとっては、驚き以外の何者でもなかったようで、本物かと疑われてしまった。まあ、以前ここにいた頃の俺が、今の俺を見たら、やっぱり同じように驚いていたと思う。それくらい違う。はじめは息子のためということだけで、体と気持ちを動かしてきたけれど、今では仕事自体が楽しいんだよ。これは子供の頃から考えてもびっくり。何かを楽しんでやるなんてなかったからね。それも仕事をだ。本当に人生って何が起こるかわからないよ。戻ってきてから2年、俺は4月から都心近郊にある倉庫の一つでセンター長に就任することが決定した。そして裕二も大学を卒業し、今年度からこちらに戻ってきて働くことになる。営業職ということだが、会社名はまだ聞いていない。まあ、どこの会社だろうと、裕二なら大丈夫だろう。何にしろ、また一緒に暮らすことになる。裕二が結婚するまでのことだろうが、また一緒に生活ができることは素直に嬉しい。そして新たな役職での仕事が始まる。戻ってきたとはいえ、裕二のことばかり気にするわけにもいかない。今日は本社の新入社員が都市近郊の倉庫に挨拶回りをするとのことで、当然俺がセンター長を務めるこの倉庫にもやってくる。しっかりと迎えねばならない。だが少しおかしい。新入社員の中になんだか見知った顔がある気がする。いや、気がするどころじゃない。裕二だ。新入社員の中に裕二がいる。裕二と目が合う。裕二の顔が歪む。くそ、笑いをこらえて嫌がる。道理でなかなか就職先の会社名を教えないわけだ。最初から俺を驚かせるつもりだったのだろう。その日家に帰ると、裕二が先に帰っていた。いつもより食事が豪華だ。俺の就職祝いと父さんの就任祝いだよ。裕二が笑っている。とても嬉しそうだ。なんか悔しくなったので、うちの会社への就職を隠していたことへの恨み事を言ってみる。父さんがさ、ずっと頑張ってきた会社で、俺も働いてみたかったんだよ。などと泣かせる言葉を返してきた。鼻がツンとする。それにしてもうまそうだな。涙が出そうになるのを椅子に座りながら大きな声を出してごまかす。裕二は座らず俺の前にグラスを置き、ビールを注ぐ。自身の持つグラスにも同じように注いだ。前から飲めるようにはなっていたけど、俺が大学卒業するまでは父さん飲んでくれないんじゃないかと思ってさ。どうやら俺が酒をやめた理由はバレバレであったみたいだ。俺は照れ隠しに頭をかく。裕二はますます嬉しそうにして俺にグラスを手渡してくる。父さん、センター長就任おめでとう。
顔を出すこともあると思うから、これからよろしくお願いします。ああ、ユージも就職おめでとう。しっかりと受注を取ってきてくれよ。乾杯。乾杯。二人の声とグラスがぶつかり合う音が重なる。大事な息子と飲む7年ぶりのビールはたまらなくうまかった。